タグホイヤーのアイコニックモデル、カレラシリーズ。今回は同じカレラの名を持つポルシェとのコラボレーションモデル、タグホイヤーカレラ、クロノスプリントをご紹介します。ポルシェ911という偉大な功績を遂げたレジェンドカーをインスパイアした斬新なムーブメントを搭載したタイムピースとなっておりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。2つの彼ら誕生から60周年を記念した情熱的で気品のあるデザインは、1970年代のポルシェのダッシュボードから着想を得たアクティブで高級感を兼ね備えたデザインとなっております。エッジの効いたシルバーの文字盤と目を引く赤いコントラストを加えたデザインは、モーターレーシングファンのみならずウォッチコレクターたちにも必見のデザインとなっております。クロノスプリントとは、初代ポルシェ911が時速100キロを達するまでわずか 9.1 秒で走り抜けたという偉業をクロノグラフで表現した斬新なムーブメントTH2008 を指しています。こちらはクロノグラフをスタートさせてインダイヤルの赤いラインを抜ける間、加速させた車のスピードメーターを体現したようなクロノグラフムーブメントとなっております。赤いラインを抜けた後はクロノグラフの針が減速して、通常のクロノグラフのように60秒で文字盤を一周する特殊な機能となっております。それではゆっくりと減速していく針の特殊な動きをしばらくご覧くださいませ。42ミリサイズでサテン&ポリッシュ仕上げを施したステンレススチール製ケースと TH20 シリーズをベースにしたグラスボックスデザインは、どの角度からでも時間やインダイヤルを読み取りやすい仕上がりとなっております。さらに高級感のあるブラックレザーストラップには、名前の由来ともなっている911が刻まれており、まさに2つのレジェンドのアニバーサリーを祝う象徴的なタイムピースとなっております。ウォッチケースはこの特別なタイムピースのために作られた、エレガントで高級感あふれるブラックボックスとなっております。トラベルポーチも付属しているので、この時計とともにどこまでも旅を楽しむことができます。タグホイヤーとポルシェのカレラという偉大な名前を冠したタイムピースは、素晴らしい功績とウォッチメイキングの革新的な技術を腕元で楽しめる最上級の一本。歴史に刻まれてきた素晴らしい功績をご自分の腕元で楽しんでみてはいかがでしょうか。概要欄の URL からも時計詳細を確認いただけますので、オペラ金美堂公式ウェブサイトもご覧くださいませ。この動画を最後までご覧くださいまして、誠にありがとうございます。